イブスキ駅は、鹿児島県イブスキ市港一丁目にある、九州旅客鉄道イブスキ枕崎線の駅である。ホームの駅名標が、独自デザインのものに更新され、名の花と、駅前広場の足湯があしらわれている。イブスキ市の代表駅で、イブスキ温泉の玄関口でもある。隣の山川駅とともに、イブスキ枕崎線の運行の拠点となっており、特急、イブスキの、たまて、 箱など、鹿児島中央駅方面からの列車の一部が当駅で、折り返すほか、山川駅家の枕崎駅方面に乗り入れる列車の一部も当駅始発、終着で運行される。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の、計二面三線のホームを有する地上駅。二つのホームは、古戦橋で結ばれており、駅西側には留置線が数本存在する。 ホームは主に一番乗り場を使用し、列車交換などで一番乗り場が空いていない時に、他のホームを使用している。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。直東駅は、日本最南端の緑の窓口設置駅であり、宗谷本線は、家内駅とは、日本国有鉄道時代の1974年に、 姉妹駅提携を結んでいる。2016年3月26日から同年10月2日までは JR 最南端の友人駅でもあった。当駅は夜間大白設定駅である。2011年3月13日より観光特急、イブスキの玉手箱の発着駅となり、JR グループの特急列車が発着する日本最南端の駅となった。 自動改札機はないが自動券売機が設置されている。当駅を含め、キーレーキーの各駅では、守護課などの交通系、IC カードの利用はできないが、飲料自動販売機での電子マネー使用は可能である。駅前広場には、足湯が設けられている。2011年3月12日より乗客へのサービスとして、陸亀の小太郎が名誉職の駅長として、西房をつけ、 イブスキのタマテ、箱等の出迎えを行っている。このサービスは、土、日宿日のみ行われている。2019年度の1日平均乗車人員は676人で、ある。イブスキ駅バス停イブスキ市役所は、2月でに駅が、最寄り駅。ありがとうございます。